クレメンス二世、クレメンス二世は、ローマ教皇。名は、モールスレーベンのスイドガー。下作戦のホルンブルクに生まれる。モールスレーベンホルンブルク博クコンラートと、その妻アムルラートの子。教皇となる以前、1040年から1046年まで、バンベルクの司教を務めた。ローマ王ハインリヒ3世は1046年12月20日に、開催されたストリ教会会議の席上。 教皇グレゴリウス6世の後任に、スイドガーを指名した。スイドガーは、クレメンス2世として教皇に即位する。そしてすぐに、ハインリヒ3世に神聖ローマ皇帝の定官を、授けた。この行為に対して、教会改革論者らから批判を受けたものの、翌1047年には、ローマにて、教会会議を開催、シモニアに対する法令の発布など、 カトリック教会の改革を進めた。クレメンス2世は1047年10月9日に死去した。その以外は彼の愛するバンベルクに埋葬された。その墓は現在バンベルク聖堂の西側内陣にあり、アルプス山脈より北では唯一の教皇の墓である。近年、クレメンス2世は毒殺されたという古くからの噂を実証するため遺体が調査され、遺体から 鉛理糖が検出された。当時、鉛理糖は性病の治療薬として用いられていたため、毒殺かどうかは定かでない。ありがとうございます。